怪しいんだよ。怪しいとは？こういうゲームでは違和感を覚えたら調べた方がいい。何かのギミックかもしれないか、ちょっと試してみよう。髪が挟まっています。なんだこれ。どういう意味だろう。化粧品が入ってる。特に変わった。待ってください、これ全部化粧水。それがどうしたの。化粧水だけ5本も入っているのは不自然です。なるほど。さすがで、それ何か意図があるか。確かによく見るとどの瓶にも使える回数が書いてあるな。化粧水の瓶が入ってる。一見ではもう一つの化粧箱と変わりません。鍵が開くような音がしたな。あった、クレヨンだ。ゲートキーパーはクレヨンないのって言ってた。これを渡せばいいんだな。行きましょう。ゲートキーパーに渡っ、あった、早くゲートキーパー。ゲートキーパーは、はい、これ。ありがとう。お、口から何か出てきたぞ。古い刀は？意味不明だな。あ、みかん、うまそうだな。喉も道草を食っている場合では。食べようとしてるのはみかんだけどね。ほんの冗談のつもりでした。ここを見てください。ボールペンか。ん？で、メモがついてるぞ。なになに？こう、こたつの天板の上下左右にみかんを置けばよいのではないでしょう。いや、みかんは11個しかない。ここに4人の人間がいたとしたら。納得って言っても、何かこの部屋にヒントになるようなもの。もしかするとあのテレビ画面が関係している。あれが？確かにみかんを使ってゲームをしようって。あ、試してみるか。蓋が開いた。ボールペンが手に入ったぞ。よく見てください。あ、このボールペンフレームしかないぞ。見るからに幸せ。探索を。喉が渇いてきた。冷蔵庫。お、待って、何？ん？蓋
2つの瓶 にその奥にはチドリンクミー、どういう意味？まだあります。囚人として生きることをの、なんだよドリンク。喉が渇いていたのだったら。な、待て待て、リナさん、間違っている方を選んだらおそらく誰が飲むか。二択で不正解を選ぶと死ぬ。二択だから毒じゃない方を選べばいいんだろう。ちなみに私は飲み、私はし、あ、何です？何ですか？パートナーが不適。なんでですか？正解が分かったか。自分のためにやっているのに。間違ってる方を飲んだら死ぬって書いてあるから。でももう正解が分かったんでしょ？よし。どちらに決めたのですか？まるだ。ごはーっ、まつー、なんだよこれ。エナジードリンク風味の牛乳だ。そういえば俺が刑務所に入る前にこういう商品が出てた気がするな。味のレビューは聞いています。ところで本当にどちらが正解か分かっていたんですか？間違ったら死ぬんだぞ。当てずっぽうでは飲めないだろう。じゃあ暗号の解説をするよ。暗号をもう一度読んでみてくれるか。囚人として生きることは飲むか、毒を飲んで死ぬか。そう、目の前に瓶が2つあっていずれかを選んで飲まないといけない。指示はドリンク。あえて飲むという行為を英語で書いていることから、キーワードを英語にするという予想はつく。英語にするなら対比的に書かれている囚人と毒だ。英訳すると囚人はプリズナー。でもこれだけじゃどちらの瓶の中身が毒かは特定。そこで見るのが二重丸と丸だ。プリズナーとポイズン、この2つには丸が含まれているだろう。私に振らなくていいです。そう、この丸はアルファベットの O。 あとは単純、プリズナーの O の数は1つ、ポイズンの O の数は2つ。つまり毒は二重丸が書かれている瓶と。結構ちゃんと考えてただろ。ゲームが得意というのはあながち嘘ではないようですね。おお、褒められた。あれ、ちょっと待って、飲み終わった瓶の中にボールペンの芯だ。俺たちはすでにボールペンのフレームを持ってる。できた、ボールペンだ。これをロボに渡せばクリアなんじゃないか。なんだ、鍵が開いたような音がした。2回鳴ったようですが、一つは下の冷凍庫でしょう。皆さんは執行ボタンを押す寸前、俺は今ギロチンに首をかけられた死刑囚と同じ状況だ。答えられなかったり判断を誤ったりすれば即処刑。間違いでないものを選び続けて会話の関門を全てくぐり抜けないと。あなたが集合住宅爆破大量殺人の犯人でしょう。真犯人はどうする？真犯人はどうするんだ？まだ犯人は自分じゃないと言い張りますか？あの手紙を見せたのはアトラクションに入る前だっただろう。リナさんが被害者だと知る前に俺から見せたじゃないか。俺が犯人だとしたらわざわざそんなことをする意味が。どうとでも言えます。あの手紙が本物かどうかなんて証明できないでしょ。そうだけど、手紙を書いた真犯人を見つければ全てわかるはずだ。やっていないと主張するんですね。ならばあなたの心に聞きます。リナさん、すごい殺気だ。殺意が高まろうと執行ボタンを押されさえしなければ大丈夫だ。執行ボタンを押されないように会話の関門を突破していくぞ。両親の呵責はないんですか？あるよ。あるなら
して罪を認めないんですか。容疑者になったんだから俺も無関係とは言えない。だから事件の関係者として遺族の人たちの心が休まることを祈っている。でも犯人が俺じゃないことは確かなんだ。暴れんでもあくまで認めないつもりですね。犯人じゃないと言うなら根拠はあるの。根拠はある。ある。だって捕まった時に寝ていたなんて明らかに不自然だろ。どうして逃げない。俺はずっと容疑を否認してきた。だったらわざと自分から捕まりやすくするようなことはしないだろう。そんなもの根拠にはなりません。本当に自分がやったと認めないんですか。認めない。リナさんには申し訳ないが嘘はつけない。天地神明に誓って俺はやってないんだよ。絶対に認めないんですね。やばい、この部屋は特に炎がでかい。これじゃあ、消火器、ナンバーロックがかっ、天面に、なんだ、ナンバーロック、開いたところに、リナさん、限界に来た、三角だけ2周。いた。この消火器、ほら！いきなり使わないでください。火が消えたらこの部屋にあったものがテーブルの上に。さっきの部屋に。多分男の一人暮らしか何かをイメージして。壁に何か書かれて、なんだ。とにかくメモしておいて、早くこの部屋を出よう。激しく燃えている。それとは別にしても子供用の服とか。見るからに怪しい箱がある。これは木製の南京錠。よく見てください。リナさん、体調が戻ってきた。そんなことはどうでもいい。なんだ、この木製とはいえ、なんとか別の方法で。そうだ、この火柱でも、よし、箱を火から出そう。あっつっ、なんだこれ、半分燃えてしまってる。これは警察の捜査資料か。燃えていて全然わからない。これが何を意味してるって。まあ一旦部屋を出よう。火が激しすぎて。魅力的にここにいるのもきつ。リナさんも限界だ。何ですか。さっき手に入れた紙を見よう。燃えてわからないところもあるけど、この9マスに当てはまりそうだ。とにかく資料通りに入力してみよう。
リーナさんも限界だ。早くこの部屋を出ないと。何ですか？さっき手に入れた紙を。燃えてわからないところもあるけど、この9マスに当てはまりそうだ。とにかく全然埋まらない。今持っている資料を。そうか。何です？マスの絵の数字、3と4が含まれる資料が他にもあるんだよ。マスの絵の数字3。これのどこが関係しているんです？ごめん、マスの絵そのものが関係。そうだよ。マスの絵は部屋ごとの死亡者数を示していたんだ。何ですって？マスの絵を3階建ての建物に見立てて部屋の号数を当てはめると、101号室は死亡者3人、102号室は死亡者4人で一致する。でもこの資料も焼けてしまっていて、他の号室の死亡数は不明です。これでは空白は埋まりません。何か持っているものから分かることはないか？さっきはいい。これは私が住んでいた集合住宅の広報誌です。なんだって？管理人のおじいちゃんとおばあちゃんの夫婦。リナさん、そうか、このマンション頼りには100死亡することが、誕生はマイナス。これで2マスは埋められよし、半分が埋まった。ここからどうするんです？必ずヒントはあるはずだ。魔法陣は全て埋まったぞ。ありがとう。また何か吐き出した。これは捜査資料。
んじゃない、絶対に違う。わからない。でも俺以外に誰かがいるんだ。そうだ、たとえ俺が死ぬようなことになっても彼女に手をかけさせちゃいけない。復讐に囚われて、それでいいのか。どうせ俺は一生投獄されることが決まってる。だったら、突破！